はい、皆さんこんにちは、今回はですね、ミニッツ AWD やっていきたいと思います。はい、前回は、AWD のレディセットの開封動画をねお届けしました。で、前回は、こちらにですねシャーシに電池を入れるというところまではやっていきました。で、今回はその続きで、実際に動作確認、それから付属されている部品のね説明をやっていきたいと思いますので、皆さん最後までご視聴よろしくお願いいたします。ではね、早速やっていきたいと思います。まずはそうですね、この付属されている部品、こちらから説明していきましょう。部品としては2袋プラス、前回も紹介したあのヘッドランプのね、閉じた状態のものを作るという3つが入っています。じゃあまずこっち開けていきましょう。こちらはですね、全部出してみると、まず1つ目、こちらは、電池ホルダーですね。この側面にこんな形で電池の脱落を防止する、パーツがついています。はい、まずこちらですね。で、次にこちら、こちらは、タイヤのこの、ナットですね。これを、緩めたりきつめたりするためのパーツですね。次こちら、こちらは、ピニオンですね。ピニオンを、付け外しするための工具です。で、ちょっと今回はまだバラしてませんので、これはまた別の機会にね、あの使い方をお知らせしたいと思います。で、最後こちら、こちらは、ペアリングをするときに押すこのここですね。ペアリングのちょうどありますけど、ここのね小さいボタン、こちらを押す必要があります。それ用のパーツですね。こちら、シムとか呼んだりしますけど、ちょっとね、僕まだ用途わかんないんですけど、おそらく、足回りのね、ところで使う部品になると思いますので、まあ、これなくさないように取っておきましょう。はい。続いて、もう一つ、こちらですね。こちら開けてみましょう。はい。こちらに入っているの、まずは、ピニオンかな、3枚入ってます。はい、こんな形ですね。続きましては多分4枚入ってるんですけど、スパギアっていいのかな、お、5枚ありますね。はい、こんな形でそれぞれ刃の枚数だったり、おそらくですけど前後用で変わってるのかな、ちょっとこの辺はね僕わからないんですけど、はい、こういった歯車も同梱されております。そしてこちら、こちらは、タイヤを止めるですね、ナットの、予備2つですね。それからこの辺りの部品は、モーターの位置をね調整できる部品だと思います。で、これそれぞれピニオンの枚数を変えることで歯車の大きさがちょっと変わるんですよね。で、それに合わせてモーターの搭載位置を若干ずらすことで歯の噛み合わせをね、しっかりと保つための部品になりますので、この辺はしっかり説明書を見てね変える場合はやっていただければいいかなと思いますけど、まあ、まずはね、もうこの組み上がっているこの状態で、どんどん走らせて練習していけばいいと思いますので、特に最初の頃はこの辺は気にしなくてもいいかなと思います。では続きまして、ペアリングやっていこうと思います。これちょっと昔から使っているプロポをちょっと使わせてもらうんですけど、電池はすでに入っております。単4、4本ですね。はい。で、次に、こちら、車側の方にも電池を入れていきます。これは前回もね、よいしょか、お話ししたので飛ばしていきます。はい、ということでこれで完了ですね。さあ、では、ペアリングのやり方行ってみたいと思います。ペアリングのやり方に関しては、こちら付属の、説明書ですね、こちらを見る場合には18ページと19ページ
こちらに詳しく載っておりますので、もしね不安な方はこちらもね一緒に確認してみてください。でこれ、いろんなね言語が、併記されてるのでたくさん書いてるように見えるんですけど、基本的にそんなに難しいことは書いてないので見てもらえればわかると思います。でもしね見るのもめんどくさいという方はぜひこの動画で覚えていただければいいと思います。はい、ではまず、こちら先ほど紹介したこの小さなね、スイッチ、こちらをこのパーツで押します。でこの押した状態 でここの裏の電源をオンにします。やっていきましょう。押して、オンにします。はい、そうすると素早い点滅、ここですね、素早い点滅になってますので、この状態でプロップをオンにします。そうするとこれでペアリングが完了して、はい、こうやってね実際に、こいつとこいつが、1対1にセットされることができます。これでね、発進、走行させる準備が整いました。はい、でボディの付け方に関してはまずはこの先端ですね、こちらを先に入れてボディの両サイドを少し広げながら入れると。で一旦ここで入ってるよねっていうチェック、真ん中もですねしっかりと入ってるかっていうチェックをしてもらうといいと思います。はい、ということでね、今回は、小物パーツの紹介と電池を入れてねペアリングしていくところまでやっていきました。で次はねいよいよ実際に走っていこうと思いますので、ぜひ、走行の方の動画も楽しみにしてください。ということで今回の動画ね役に立ったよって方は、グッドボタン、それから、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。また私公式のツイッターをやっておりますので、そちらの方もぜひね遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。